マカハンニャハラミタシンギョさて時は遡ることは平安時代は前期の頃、第58代高校天皇は父仁明天皇の第三皇子、母は造皇太后藤原の嫡子、皆は時康小松の帝とも称された。即位以前に日立の国大衆、中塚左京、光月の国大衆、太宰の措置、式部卿などを歴任し、寛享8年884年、大勢天皇の上位を受けて即位した。これは太政大臣藤原の元常の創生によるものであった。そのため以後、天皇は御事の利を元常を得て創生させ、これが関白の始まりとなった。さらに元常の協力を得て、親戚に下っていた第七皇子源定光と後の宇田天皇を親王に服し、皇太子に立て、881年仁和3年8月の26日ご崩御をなされました。重ねては平安時代は後期の頃、第75代崇徳天皇は皆は明彦三期の院とも称された。父鳥羽天皇の第一王子、母は藤原の金座根の娘大剣門院庄氏、後白河天皇の同母系にあたる。1123年宝安4年御祭で立体し、翌日父鳥羽の上位により戦争したが、これは曽祖父白河法皇の意思によるものであった。41年永治元年、父により妹への近衛天皇に上位させられ、さらに近衛の末後も白河二条天皇不死が擁立されたため、自らの皇子への皇位継承は望みを絶たれた。56年保元元年、父の末後に後白河方との合戦に及んだ。保元の乱に敗れ、讃岐の国へと廃類され、大所にて没したため怨霊として恐れられた。実の父を白河天皇とする説が古事談に見えるが、真偽は不明。1164年長寛2年8月の26日ご崩御をなされました。重ねては諸方から江戸時代は初期の頃、第107代御用勢天皇は父実仁親王の王子で、扇町天皇の孫にあたる。母は新城東門院藤原の春子、皆は初め隆人、後に方人と称した。天正14年1586年、祖父にあたる先帝扇町天皇の有志となり即位した。皇室の維新回復に努め、56年豊臣秀吉の聚楽廷に行幸した。また国学を好み、古文公共日本書紀新代の巻などいわゆる慶長直番を刊行させるなど、近世諸島の文化交流に大きな役割を果たした。江戸幕府成立後、琴人親王の地の御水の天皇を擁立しようとする徳川家康と対立して退位した。1617年元和3年8月の26日ご崩御をなされました。重ねては平安後期から鎌倉時代の皇族、
比較発信の和白川天皇の第二王子母は藤原の生死真言宗仁和寺にて出家法名師匠と称した花宝元年1169年門跡に翌年親王宣下通称北の院御室と称された長安2年陸勝寺長理に広沢流と小野流を伝授され両派を統合馬鹿にも優れていた歌集に北の院御室御集編著に達見賞などを表した1202年建仁2年8月の26日少年53歳にて皇居をなされました。重ねては戦国から諸侯時代の創術家宝蔵院院芸殿は中文字ありで有名な宝蔵院流創術の流祖通称は格前坊法院と称した奈良興福寺の宗徒中身門種長の次男で昨年の頃宝蔵院に入り後に院主となる生来武芸を好み上泉信綱に剣術を大前大夫森忠に創術をまた香取飯田崎の神道流を大西紀春剣に学び中文寺釜槍を工夫創意したこの流派は十文字窯の理を追求した奏法で工房に極めて多様性があり当時としては科学的な工夫であった。文化に逸材が多く輩出し江戸後期には創立最大の流派となった。1607年慶長12年8月の26日去年87歳にてご入滅なされました。重ねては諸侯から江戸時代は前期の茶人竹野宗我殿は泉の国の出身竹野女王の長男意味名は新在あだ名は為久通称は新五郎水宿庵または宝寸祭などを号した父の持つ後千の利休津田宗久らの手厚い庇護のもとに堺の茶の湯で成長したが父の遺産をめぐって後見の義家今井宗久と争い敗走石山本願寺内通の疑いで織田信長に堺を追われる豊臣秀吉にも礼遇されるが徳川家康の取りなしでおとぎ衆に加えられ晩年は豊臣秀頼に仕えた。1614年慶長19年8月の26日去年65歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は中期の儒学者三宅観覧殿は京都の出身三宅赤庵の弟にあたる意味名は襲名あざなは妖怪通称は九十郎別号に丹山などを号したはじめ鬼門学者の浅見啓斎に学び後に江戸に出て木下淳庵に学び帝宗学を修める水戸光圀に招聘されて大日本史の編纂にあたり新田義貞楠木正成らの書伝を執筆しまた源頼朝足利高氏らを将軍殿として別置し将校官総裁となる後に新井白石の推挙により幕府に出仕し主官となる佐佐国は中高官言観覧文集などを表した1718年享保3年8月の26日去年45歳にてご入滅なされました。重ねては幕末期の商人山中成太郎殿は京都の出身本名は佐々木勘蔵豪商河野池の一族で大名菓子をなりわいとした大久保要宇外吉左衛門らと交わり
尊上運動に加わり、薩長両藩の仲介を請け負うなど、各地を奔走して財産を使い果たした。1895年明治28年8月の26日、去年72歳にてご逝去なされました。重ねては幕末から明治期の国学者飯田武里殿は、信州の国高島藩士、通称は頼人または彦助、皇室と号した赤尾運の有才に学ぶ。また安政元年1854年、平田篤胤の末子伊吹の矢の門人となる。後に勤王の志士として奔走し、王政復興には平田兼種を助けて国学の理想主義に尽力。工学省御用係となり、間もなく郷里高島藩の藩校教授、ついで下妃貫先諏訪宣言の書写に奉仕。1876年大教員講師に、翌年太政官修士官出仕。81年東京大学助教授を歴任。書写には日本書紀通釈などを表した。1900年明治33年8月の26日、後年74歳にてご帰依なされました。重ねては幕末から明治時代の女性医師、楠本稲殿は T.F. シーボルトの娘、母は以前長崎丸山の遊女園木、本名楠本滝、文政10年5月の6日長崎出島で生まれた。父の門人二宮慶作に外科を、石井宗賢に参加を学び、宗賢との間に娘高子を設けた。倉田蔵六の地の大村益次郎に蘭学を学び、文教元年1861年長崎で開業の傍ら、長崎養生所のポンペラの講義を受ける。明治3年西洋医学による我が国最初の女性の産婦人科医として東京築地に開業、内省御用係も務めた。1903年明治36年8月の26日、去年77歳にてご逝去なされました。重ねては明治から昭和初期を生きた政治家天口お幸殿は、土佐の国高知の出身、旧姓は水口、天口家の養子となる。東京帝国大学を卒業後、大蔵省に入省、政界へと転じ大正2年立憲同志会に入党。去年衆議院議員となり、以後当選6回を数え、加藤若槻内閣の増省内省を得て、昭和2年民政党の総裁となり、4年首相に就任。緊縮政策と金解禁を断行し、経済混乱を招き、ロンドン海軍軍縮条約調印が統帥権甲板として野党や軍部ら反対派に攻撃された。年11月14日、東京駅で愛国青年佐合や富美男に狙撃され重傷に。翌年病状が悪化し、1931年昭和6年8月の26日、去年62歳にてご逝去なされました。重ねては明治から昭和の時代を生きた実業家倉場富三郎殿は、日本近代トロール漁業の導入者、芸名はトム・グラバー。父は幕末長崎で活躍したイギリスの貿易商人トーマス・ブレイク・グラバー。母は蝶々夫人のモデルと言われた鶴見を、1908年イギリスから日本初の高性トロール漁船を輸入。人工丸と命名してトロール漁業を開始した。
鮮魚業会社を設立し、10年にできた日本トロール組合の初代組合長となる。先の大戦中は軍部の監視下に置かれ、晩年は不遇のうちに終戦直後自ら命を絶ったと伝えられている。1945年昭和20年8月の26日、去年76歳にて昇天なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました。歴史の陰に隠された名もなきすべての戦時尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。